シャローシーナローチャンネルの真島です。こんにちは。8月のシャローシー試験に向けて、これから勉強を始める方とか、勉強を始めたばかりの方とかね、そういった方々がどう過ごしていったらいいのか、つまり具体的にどう勉強したらいいのかとかね、どういうカリキュラムで勉強したらいいのかとかね、そういった具体策をお届けしているシリーズでありますね。今日もそのシリーズの一環で、今日のテーマはですね、勉強のスケジュールですよね。どういうカリキュラムで進んでいったらグッドなのかっていうね、そういう話をしてまいります。ただ最初にお断りしておきたいんだけども、スケジュールを語るときにですね、絶対的なものっていうのはないと私は思ってます。なぜかというと、人それぞれ違うからですよね。置かれた環境がまず違うでしょ、経験が違うでしょ、価値観だって違いますよね。人それぞれ一人一人違うのに、なのに勉強のスケジュールはこれしかない、一本しかないよっていうステレオタイプを押し付けるのはむしろ適切ではないだろうと思うわけですよ。目標は決まってますよね。本試験当日に合格できるだけの実力を身につけておくという目標は明確なわけですよ。であれば、そこに至るプロセスは個人ごとに一人一人ね、違っていいんじゃないかということですよ。まあとは言ってもね、そんなこと言ったって、やっぱり何かしらの指針を示してもらわないと不安でしょうがないって方ももちろんいらっしゃると思いますので、ということで今日はですね、私なりの価値観に基づいた場合に、これが一番いいんじゃないのっていうスケジュール。これをお届けするってことなんですよ。そこを了解の上で見てほしいと思います。はい、じゃあ具体的な話をしていくんですが、学校、受験校ね、受験校を活用するか否か。活用っていうのは通学の場合もあれば通信の場合もあるわけなんですけども、受験校を使うってことね、または使わないで独学っていう、その二択になるわけなんですけども、これがどっちなのってことでまた違ってくるとは思うんだけども、私は個人的にはね、何が何でもとにかく受験校は使ってくださいという、そういうスタンスの人間なので、変な話も受験校を使わない場合なんて話もしたくないぐらいなんだけど、とは言っても、受験校、活用しないよって方も、いらっしゃるんでね、一応話しなきゃいけないってことで、だから受験校を活用する場合としない場合で2つ分けて話していきますね。じゃあまず受験校を活用する場合ということなんですけども、この動画撮ってるのが10月の半ばなんですよ。ということはその学校のメインの講座、名前はいろいろだと思います。メイン講座っていう場合もあれば、例えば本論講座とかね、期間講座とかね、いう入学校もあると思うんだけども、つまり全科目ちゃんと講師が話してくれるっていう、そういう本当にメインの講座ね。それが、そろそろ始まる頃合いだと思います。なので、もうすぐそのメイン講座を受講が開始するって前提で話しますよ。はい、その場合ですね、スケジュールを考えるときに一番大事なことは、そのメイン講座が全部、全科目終わるのがだいたい4月末ぐらいだと思うんですよ。その4月末ぐらいまでと5月以降、この2つを大きく分けて捉えること。これが非常に大事な考え方ですね。なぜかというと、だって4月末ぐらいまではそのメイン講座が科目ごとに毎週進んでいくわけじゃないですか。だったらそれに合わせて勉強を進めていけばいいわけですよ。つまりペースが非常につかみやすいじゃないですか。せっかくペースつかみやすい、ペースメーカーがあるわけだから乗っからない手はないんじゃないのってことですよ。ね。で、これが4月半ば以降、5月以降ですね。なると、メイン講座がなくなるので、ペースメーカーがいなくなる。となれば、マラソンでもそうだけど、ペースメーカーがいなくなった30キロ過ぎぐらいからが勝負ってことじゃないですか。ということなので、だから5月以降はまだ5月以降で考えるとして、とにかく4月半ばぐらいまではですね、そのメイン講座のこの講義に合わせて勉強を進めていくっていう、そこをしっかり肝に銘じてください。はい、で具体的なやり方としては、もちろんですね、予習復習ちゃんとやろうねって話ですよ。これ当然の話ですよね。予習復習ちゃんとしっかりやってほしいんだけど、でもどうしても時間がない場合ね、そういう場合もあろうかと思います。その場合は復習の方に力を入れてください。予習はね、その講師がいい講師であればっていう、条件付きなんですけども、最悪予習はしなくても、それでも分かるように先生が、講師が話してくれます。うん。いや、絶対やってほしいんですよ。やってほしいんだけど、どうしてもできない場合ね。その場合は、予習はなくても大丈夫なこともあるよと。でも、復習は、とにかく絶対やんなきゃダメですね。復
復習のやり方なんですけども、講義で聞いたこと、聞いて理解したと、その時は思った。で、それを本当にちゃんと自分は理解してるのかなってことを確認する作業ですね。これが復習ということです。うん。それから、過去問集も買ってください。過去問集も、その講義を、復習するときにね、講義をちゃんと理解してるのかなってことを確認して、確認できたらば、その過去問集の該当箇所をやってみると。うん。最初は全然できないと思います。でもそれはもう当たり前のことなんで、気にすることはないよっていうことでね。過去問集も何回も何回も繰り返してやっていただいて、最低でもね、過去5年間分で良いので、最低でも10回は繰り返してください。繰り返すってのはただ無意に繰り返しちゃダメですよ。ちゃんと理解してるかどうか、ね。その、一回ずつちゃんと理解できてるかなってことを確認しながら10回繰り返すってことですからね。そういうことでですね。で、それでね、まあ今みたいな形で進んでいってほしいんだけど、例えば労働基準法を1回目聞いて、今みたいに勉強を進めましたよと。で、そしたら次労働基準法2回目になりますよと。じゃあ2回目も同じようにやりましたよと。まあそれ自体いいことだし、そしてやってほしいんだけど、でもなんせ我々人間なんで、どんどん忘れちゃうじゃないですか。労働基準法1回目を完璧にしたつもりでも、労働基準法2回目翌週やってる時には、もう1回目のこと、あらかた忘れちゃうんですよ。これはもうしょうがない話なんで、我々人間である以上ね。だから忘れることを恐れないってことは非常に大事ですよね。忘れてもまあいいんだと、しょうがないんだと思ってください。その代わり、そこでまた振り返って、じゃあ労働基準法1ももう一遍確認してみるっていうね、その作業も必要になるんですよ。だこれが結構大変なのね。だから、その講義に合わせて進んでいけばそれだけでいいってことじゃなくて、どんどん忘れていくから、忘れたものをまた思い起こすっていう作業も必要になるわけですよ。だから勉強の量ってのはだんだん増えていきます。これもしょうがない話なんでね。で、これもだからあんまりその、なんだろう、後ろからその追っかけられるような気持ちになって追い詰められてもなんなんで、私の推奨するやり方としては、例えば労働基準法って一つの科目がある。これが大体全5回か6回ぐらいなんですけども、1回目やってちゃんと理解した。2回目やって理解した。で、そこで復習するんじゃなくて、労働基準法全部、5回とか6回ね、全部終わってから、そっから復習するっていうことで私はいいと思います。そうしないとあんまりこうね、追っかけで追い詰められてもしょうがないんでって形でね、労働基準法をそうやって、全部終わったら復習する。で、次は労働安全衛生法も同じように、労働安全衛生法終わったら、また最初から復習するっていうね、そういうやり方でいいと思います。まあ、そういうわけでね、やっぱり勉強する習慣ちゃんとつけてほしいということで、1日1時間、最低でもね、できれば2時間ぐらい確保するということで、こう、ちゃんと継続して定期的に勉強していくっていう、時間の取り方をできるように頑張っていただきたいと思います。お忙しい方もいらっしゃると思うけど、なんとかやりくりね、してほしいと思います。そうやって4月半ばぐらいまでメイン講座と一緒に進んでいきますよね。そしたらメイン講座が一通り終わった段階ではもう全科目をちゃんと理解できているという状態になるわけじゃないですか。これだけでもものすごく強いわけですよ。それでもはっきり言って合格レベルに達することができると言っても過言ではないと思いますよ。しっかりちゃんと理解していればね。はい。で、そして今度、じゃあ5月以降なんですけどもどうするかというと、今度はメイン講座じゃなくて学校で直前講座っていうのがねあると思うんで、それを受けてください。まとめの講座、まとめ講義があって、そこに答案練習講座とか法改正講座、白書講座、さらに公開模試などがねセットになっているものがベストでありますよね。うん、これを受けてください。で、そういったものがない学校もあると思います。それはね、学校によっては。その場合、最低でもですね、法改正講座、白書講座、それと公開模試ね、これ単体でもいいので必ず申し込んでください。絶対に必要です。はい。それから答案練習ね、答案練習っていうのはまあ問題演習なんだけど、講座があれば講座を受講するのが臨場感があっていいと思うんだけれども、あなたが活用する学校に答案練習講座がなければですね、予想問題集っていうのが売ってるんでね、これを買ってきてやってもいいと思います。でもその代わり、それは時間をちゃんと測ってね、本試験と同じ時間配分でできるようにということで、時間ちゃんと測ってやってくださいね。そうじゃなきゃ意味がないですからね。そんな形で5月以降は進んでいってもらうってことね。それからね、これ私のが推奨している理解式学習法にのっとっての話なんだけど、5月以降から暗記ノートを作ってください。暗記ノート。
それまでは理解する。そして反復する。理解を反復するね。理解反復、理解反復でずっと繰り返して勉強して、潜在意識に同じ情報を何度何度も入れていきます。そうすると、確実に覚えることができます。理解思学習法概要欄にあるんで、動画あるんで、なんなら見てくださいね。そうやって、大体もうほとんど8割、9割ぐらいは確実に覚えることができます。理解反復で。でも、例えば数字とかね、そういう理解反復だけじゃ覚えられないものってあるわけじゃないですか。だったらそれは、もうしょうがないから、まとめて暗記しようじゃないか。ってのが理解思学習法なんですね。その暗記する部分をノート作ってそこに全部書き抜いてくださいよ。例えば、労働安全衛生法とかはね、覚えなきゃいけないこともたくさんあるわけでしょ。そういったものを、理解反復で覚えきれなかったものを書き抜くんですよ。だから、暗記ノートを作るのは5月以降なんです。あんま早くは作っちゃダメです。早くは作ると、理解反復でマスターできるものまで暗記することになって、非常に効率が悪いし、間違ったものを覚え込んじゃう可能性もあって、具合が良くないんでね。4月半ばぐらい、4月末まではずっと理解反復で勉強をすると。5月以降、暗記ノートを作って、覚えきれなかったものを書き抜いていくと。そういう作業をやってくださいね。はい。そして、絶対忘れちゃいけないのが、時に息抜きもするってことです。ずっと根を詰めてると、どっかで潰れちゃうのでね。時には、本当の時にはですよ。もう丸一日、今日は勉強しない日っていうのを作っても、それはそれで私はいいと思います。有給休暇みたいなものですよね。一旦休んでリフレッシュして、また明日から頑張るぞ。ってことです。はい。はい。で、そして、7月以降が、になると、超直前期ってことになるんだけど、まあ、そこも、こう、馬力を持って頑張るしかないんだけど、まあ、それはまたね、その時期になったら別の動画を出しますんでね。うん、そこまではとにかく今言ったように、4月末までと5月以降を分けてね、4月末までは、メイン講座に合わせて、しっかり学習していく。着実に学習していく。で、5月以降は、まあ、予想問題とかね。それから、包括性、白書、公開模試などにも、こう、手を広げていくってことが必要。まあ、テキストとか、テキストの理解とか、過去問集とか、そういったのは5月以降もやるんですよ。何回も繰り返しやらなきゃいけないからね。それプラスアルファで、予想問題演習とか、包括性、白書、公開模試もやらなきゃいけなくなるよってことです。だから、とにかく4月末までが勝負ですね。そこまでに、底力をね、つけておく。これができる人は、できた人は5月以降を非常に有利になってくるということになります。はい。以上が学校を活用する場合なんですけども、学校を活用しない方ね、独学の方もいらっしゃると思うんだけど、でもね、独学もですね、やっぱりスケジュール、ペースって大事なんで、できれば4月末と5月以降を分けて考えてほしいんですよ。そして4月末までは、やっぱり受験校の、学校のね、そのメイン講座に、合わせた勉強してほしい。だから、受験校を活用する場合と実は何も変わらないんですね。でも、学校通わないのにカリキュラムわかんないじゃないかと思うかもしれないけど、それはネットを見れば、大手の学校だとカリキュラム公開している学校があるんでね。で、そういったものをちょっと拝借してくれば、まあいいじゃないですか。どうせネットで公開してるわけだから、自分で使う分には別に全然構わないですからね。そういうことでね、独学の方も今話したようなスケジュールでやっていただければと思います。はい。そんなところかな。かなり早口で幕立てましたが、それでももう14、5分時間が経っちゃっておりますけどもね。うん。闇雲にやると合格はできません。はっきり言っときますけど。とにかく闇雲はダメなんで、もちろん努力は絶対大事ですよ。絶対大事なんだけど、それプラスアルファで勉強法ってノウハウが必要ね。それと今話したような、ちゃんとスケジュール、カリキュラム、そこに乗っ取って、着実に進んでいくってことも合格するためのノウハウの一つですからね。そういうことでね、今日はスケジュールの話をしました。以上です。ありがとうございました。